はい、パーティーゲームがお送りするルーンファクトリー5の鈴木です。まあプライベートでもね進めたりして、今何日かねこのゲーム内の日数が経っておりまして、まあ強くなったかといったらそうでもないんですけどもまあスキルは多分上がってるんじゃないかと思います。あ、でもあれですよね、前回のパートでね買いきれなかった装飾体は購入しました。はい、これで鎧、盾、帽子、靴、アクセサリーなどがね作れるようになりますが、もちろんレシピ師じゃないと意味がないという状況でございますね。はい、さあそして今日はおあいにくの雨と言いたいとこですが、雨の日は水やらなくてもいいっていうね利点があります。やっぱりプライベートでねプレイしててもこうちょいちょいこう新しい発見はねあったりするんですよね。ああなるほどみたいなね。まあただ相変わらずあれなんですよ、なんていうのかな、フローのタイミングはなかなか難しいっていうのがありましてね。逆にね夜、夕方から夜にかけてがね、まあ、確実にフローを利用できそうな感じはしました。やっぱり夜になると入りに来る住人がいっぱいいるので、まあ、それに合わせて一応ブラックモさんもねちゃんと見せ番をするっていうね、っていう傾向があるように思いましたので、まあそれを狙っていくのがよろしいのではないかなと思ってたりするわけですね。顔を渡す。あと結構ねその釣りをまあちまちまやってたりすると割とその釣れるものがまあまあな値段で出荷できるんですよね。だから、まあ、鉱石とかでもいいし、まあ何でもね、手段は結構なんですけども、意外と最初はね、釣りで稼ぐのがいいかもしれないということで、まあそれこそこのね、笹雪の森の奥へ行って、ね、まあ、ボスをついでに倒しつつの、水辺がありましたよね。あそこでちょっと釣りをしてたりとかってね。やったりしたら、まあまあ釣れたのでね。悪くはないんじゃないかと思いました。はい。ちなみに、ちょっとせっかくなんで、武器とかね、レベルとかも変わってるので、どれほど変わったか、もう一回戦って確かめてみましょうね。当たるね、こいつ。ほら、一発当たっただけであんだけ減ったんや。結構なもんでしょ。ただ攻撃が当てにくいことに変わりはないよね。仮状態、もう仮状態になってももう構わず攻撃しましょうそう、あっちまいりまいりますからね。そして毛が手に入りましたちなみに昔のまんまの仕様だと雨の日はねあらゆる行動によるルーンポイントの消費がちょっと多くなるんだったかなーっていうのはちょっと記憶しております。その仕様が今回もあるかどうかはまでは分かりません。はい、ほらあんだけ減らすのが大変だったゴブリンも割と軽く倒せてますね。おにぎりなるほど。はい、でそう、このみんなと仲良くしようっていうのがあって、全員の仲良し度を1以上にするっていう、まあ、ミッション、まあ、まだ受けてはいないんですけども、あるので、この仲良し度でね、チェックしながら、ああ、まだね、ゼロのままのキャラクターがいたら、ちょっと積極的に接触していこうみたいな感じでね、行動していければいいかと思います。まあ、一回話しかけただけでもね、まあまあ増えるんでね、確認しながら、はい。行動していくとよろしいかと思います。ただ今日は雨なので、あんまり、ね、外に出歩かないかな、皆さん。呼んだはい。そう、買い物ね。ここでは、まあまあできることがあるんですよね。まず品物。いらっしゃいませ。いわゆるルーンアビリティが売ってます。はい、魔法とかね。まあまあこの辺ね、いいものがあったりするから、お金に余裕があれば買ってみてもいいと思います。ないけど、お金に余裕がないから買わない。
クリスタルの引き換えっていうのもちょっとありましてね。そう、これね、かけらっていうのがね、あるんですよ。プライベートでプレイしてて、今のところ1個しか手に入ってないんですけども、まあ、めったに多分出ないんでしょうね。レアアイテムなんじゃないかと思いますけど、あと攻撃品。これ、毎日変わります。うん。もしかしたらたまに、いいものがね、高っ。ゆっくり選んでください。レアなものがね手に入るかもしれないということで、覗く価値はあるかと思います。記録はないんだよな。うん、目覚ましたら間に合わなかったんだ。そうか、空から落ちてきたわけじゃないんだな。空から、いや、こっちから来た。もし空から落ちていたら無事じゃ済みませんよ。そうだな、普通はそうだと思う。まあ気にしないでくれ。気になるわ。おっと、なんか起こったぞ。あ、彼女は。あれすくん、ひなちゃん、お母さん元気になったんだね。ありがとう。いいえ、いいえ。ひなの母、ミササギです。弟とひなからあなた様のことを聞きました。ひなを見つけて町へ送り届けてくれた上に、私のことも助けていただいたとか。あなた様は命の恩人です。本当にありがとうございました。そんな当然なことをしただけですよ。ああ、なんていい人なのでしょう。あんた様こそ誠の聖人。これからは朝昼晩三度お礼の祈りを捧げます。なかなか気にしないでやってくれ。気にしないでやってくれ。姉上はちょっとばかりずれてるんだ。ずれてる？怒った。ムラクモ。すまねえ。あのムラクモさんがたじろいでいる。お見苦しいところ。なるほど。それでは。はい。あ、これで、ね、村雲さんも、あ、村雲さん、ミササギも、住民の中に入ったことになるのかな。そうだね。でも、信頼で、ゼロのままなので、ちょっと、またね、仲良くなりましょうね。明日はお祭りだ。決めてハイハーもうちょっと強くなってからにしましょうね。あーもうそう、カブラタレ買いまくってアスドラゴンの背中にたくさん植え付けてやろうかと。あ、そう、あ、ファームドラゴンか。ファームドラゴンの背中にたくさん植え付けてやろうかと今思ってしまったな。ありきゃありだいね。ということで雑貨屋行きます。いらっしゃい。ね、48。今後ともご贔屓に。それでいいかな。テッド、こうやってこうやってっと。かなもんかな。ちょっと中途半端に余っちゃいますけどね。鈴木さんがちゃんとお風呂の管理をしてくれてる。そういうことか。だけど管理番号で店番にやってくれてる感じになるのかな。ということはこれからは今までよりかはお風呂に入れるタイミングが多くなりそうな気がします。お疲れ様です。どうもどうも。よう。はしゃいでも怪我だけはするなよ。
何をやった。そう、今日パルモさんの誕生日だって言ってました。イカか。あれ、4でもそうだったっけ？イカがダメだったっけ？覚えてないな。おお、おめでとうございます。で、さあ、言葉だけじゃつまらんからね。今日も元気ですね。おお、なんかハッピング喜んでくれたみたいなんで、まあいいや、まあいいやとか言ってる。ちょっと待って、それよりも作れないかな。いらっしゃいませ。あー、冷蔵庫まだ作れない。もうちょっと足りんね、石材が。石材150個ね、まあまあかかりますよ。まあまあしんどいですよ。ゆっくり選んでください。毎度ありがとうございます。あとね、家具を置くとね、部屋が狭い。もうちょっと広くしたい。もうちょっと広くしたいけど全然足りないな。毎度ありがとうございます。なかなか先行きは大変でございますな、ほら。あとはやっぱりこう最初のうちはね、まあ買った時にでも何でも、あ、スティールソード貝が作れる。作っちゃう？よっしゃ。せっかくなら、これに強化素材として使える。まあまあ消費するね、ルーンポイント。あ、でもいいか、やってみようか。そうね、いいか。ですね、気持ちよくなってます。ログってまだ何も作れんよね。これもログレシピパンを買わないといけないんですけど、レシピはもうちょっと一日に買える量が増えたらなぁっていうのはちょっとありますね。この缶はですね、だからもう例えばフレイマーでもう数の限りバー作って、あくまでか。そっか、鉄もそんなにまだじゃないね。ドーン作って、さらに武器の強化で、まあ、どうせこれ出荷するわけですから、例えばクズ鉄なんかを合成して実行すると、まあ、これだけでもスキルが増えていきますので、いい足しになるかと思います。じゃあね、クレイマーをね選んでね、これいずれちゃんとね武器の強化をするときもいますけども、同じ素材ばっかりを強化素材に使うとどんどん効果が薄れてしまいますので、できるだけ違う素材をどんどんね、あの強化に使った方が、あのまんべんなく、まあまんべんなくというか、その強化素材の能力を 100% 発揮できます。その方がね、そういう点も考えていかなきゃいけないんですよね。はーい。長靴も。おお、フグ高い。いつ釣ったん俺。いつ釣ったんとか言ってますけども。結構今のフグ良かったね。あれだ、ああいうのだけでも。あ、待てよ。借り取らなかった、大丈夫。再びお風呂に入りに行きます。
いやー、温泉、お風呂にはあれだね、お世話になるね、これやっぱり。はい、次の日になりました。でね、本日はそう、豆まき大会があるんですね。はい、ちょっとね、これも今回お見せしていきましょうかね。前回と同じだったら自分が鬼になってぶち当たりに、豆にぶち当たりに行くっていう仕組みだったと思うんですよね。あ、これケガリバサミね、昨日の動画で見せて、さっきまでね、動画で見せてた後、一応まあ外に出て結構いろいろね歩き回ってて、フォレス森林地帯か、あの辺りをですね、割とそれなりな範囲をですね歩いてきまして、そうそう、あ、思い出した、ルーマビーキーもね、なんかこれが手に入ったんですよ、ダークボール。だからこれちょっと装備してみましょう。使える。なかなかそれっぽい。おお紙吹雪どっから降ってきてんだって感じだな。まあいいや。あ、そしてほうれん草とじゃがいもができてますね。ちょっとじゃがいも収穫するって確か、いや、ちゃんと受けてたよね。そうだね、じゃがいも収穫。オッケーオッケー。ああ、これまだやってないんだね、そういえば。まあいいや。じゃあ実際にじゃがいも収穫してみます。よし、ちょっとだけ出荷しようかな。ほうれん草もガガ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 、おお、気持ちいい。これ多分持ちきれなかったほうれん草でしょうね。あ、違う、種でか。ベーン。お、出荷予定額が結構でかいことになってますよ。まあいろいろね、どっちで手に入ったものとか、あとアベリスも結構溜まってきたから売ろうかなとかあったりしたんでね。あーと、タケノコご飯とかね。なかなかいいですね。おっと、なんかイベントが。そんじゃまあ、相談した通り雑貨屋はミササギさんに任せるってことで。ほう、ありがとうございます。か、渡りに船にありがたいお申し出ですけど、本当によろしいのですか。だがミサイズってあんたはどうするんだ。昔からの夢だった探偵事務所を始めるつもりだ。ほう、なんだって。今度平和の街行こう。ああ、謎ってのは物騒なものばかりでない、どこにだって転がってるさ。メガネがどっかに置き忘れたとか、ドアの鍵が開かなくなったとかな。どんな小さな謎でもテリー探偵事務所によろしく。シードのあんたも手が足りないときは言ってくれ。はい。テリーさんの雑貨屋を譲ってもらうことになったんですか。はい、そうなんです。嬉しいです。家を探してるという話をしたら、だったら雑貨屋やらないかと言ってくださって。本当にこの街はいい人ばかりですね。なるほど。いや、それは結構なことで、よかったよかった。よ、ただ個人的にはあれだね、あの、美佐々木さんも言ってくれたら風呂入れるタイミングが増えそうだと思ったんだけど。よっしゃ、じゃあ早速雑貨屋にお邪魔してみようかな。9時になってから、はい。おはようございます。はい、今日はお祭りですよ。あ、なんだけどお店はやってないから、今日は祝日はだいたいやってないイメージは、あ、祝日というかお祭りの日はやってないイメージ確かにある。おお、もうすでに火を置いてますな。ゾロゾロといらっしゃる。晴れてる日は外で遊べるから好きだな。お祭り楽しみだな。
本気を出すまでもねえかな。よ頑張るよ。おお、なかなか。ジョンさんに11時に話しかけたらいいのかな。今日は豆まき大会、豆まき大会、いや言えてない、豆まき大会だ。ちょっと早いか、豆まき大会のルール確認するか。豆まき大会のルールを説明するぞ。アイスが200となり、実が投げる球に当たり、豆に当たりに行くんだ。やっぱそうか。緑色の豆が得点、茶色の豆に当たればさらに得点、ピンク色の豆に当たるとそれをやってみたいな楽しみだな。豆に連続して当たることでどんどん得点が増えていくぞ。ただし失敗作に当たると得点がゼロになってしまうから要注意だ。ちょっと説明がなくなったが、まとめて言うと、豆には当たりに行く、失敗作は避ける、以上だ。うん、簡単。鬼役以外できませんからね。今日のお祭りは楽しそうだな。今日のお祭りは今日も楽しくなりそうですね。一応エルシも出てきてる。休むの頑張る。ガウガウガ、負けないんだ。ガウガウガ、これは真剣勝負よ。さあ今日も頑張ろう。なんだかドキドキしてきちゃった。なんだかドキドキしてきちゃった。前はね、こういう時こう いくつかのこう、なんだろう、お仕事頑張ってね、なんだろう、こうチームに分かれてるじゃないですか。そのチーム内での会話イベントがね発生したりすることもあったんですが、そういうのは今回ないのかな。今日は本気で行くからね。何かあったら、いつか武器の感想を聞かせて。俺もやるからには本気だ。よし、有志になりましたんで、しましょうかね。参加します。アンマー大会を開始する。あー、画面の構成は、あ、でも今チラッと見えたあれかな、ここから外には出られませんよみたいな感じかな。はい、とにかく失敗作には絶対当たらないように気をつけましょう。ポッ、カンカン、あ、しまった、もう失敗作に当たっちまった。あれだ、ステップが使えないわ。もう少しだよ。音がポッポッポがいいね。応援するよ。いけると思う。うわあ、あのね、豆がまあまあ見えにくい。はい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 。ああ、とにかく失敗したくだけに当たらないように。弾幕ゲームかよ。とにかく失敗作だけ当たらないように。お前ならできるはず。はい、どうかな。豆を当てて当てられての大会だが、みんな華やかな顔してるな。街じゅう上げてのお祭りはやはり開放的な気持ちになるんだろうな。はい、ということで一発限りですからね。それでは発表。まず第3位は、お、苦手って言ってたのに、ふうか。あ、でもこれで6900だったら1位取れてるかもね。7320でルシー。よーし、あれ、もしかして全然余裕だった。13000だよこっち。やったねー、驚きアメイジング。さすがだね、優勝。さすがですね、優勝ですか。はい、これで解散。ありがとうございます。おー、なんかいろいろ出てきた。おー、出た、いっぱいもらえる。これ何パンかな。あ、料理レシピパンですね。それでなんかもう一個あるな。やった、もらえるもんはフォート、思ったより変わってない。あ、もう増えなくなった。なんせ素で調理台しか持ってないですからね今。やっぱ調理台増やしてからじゃないとね。
毒ミジマス刺し。これちなみに毒になりますからね、そのまま送ったら。焼いたら大丈夫です。バイタル軍、体力の最大値を上げます。食べてもいいんだけど、未出荷だから出荷してもいいな。豚肉を収めようか。これ多分セリフがね。優勝したんでね。ねえ、すごいや、優勝おめでとう。祝ってやるよ、おめでとう。優勝するなんてすごいじゃねえか。すげえ、優勝って。ええねえ、おめでとう。まあそんなにね難しくはない。あ、でもどうなんだろう、回数重ねていったらどんどんもしかしたら強くなっていくのかな、周りのプレイヤーね、キトラもね。もしかしたら、あ、エルシェの家とかあるんだ。まあいいや。はい、まあお祭りが終わったらね、あとはもういつも通りに過ごしてくださいということでね。うん、まあみんなは最後、あの今日一日中お祭り気分なんで。多分もうね、あそこからあまり動くことはないと思います。ペペペン、かぼちゃ頭、かぼちゃをくり抜いて帽子にしたもの、ハロウィンでの主役。お、こんなもんもらえたんだね今。もちろんかぼちゃから作れます、装備品としてね。防御力上がらないか、これ多分見た目も確かね変わるんじゃなかったかな、ほら。ダメが変わっちゃうからなこれ。いや、ハロウィンの日はいいけどさ、ちょっと普段つけてるのにはちょっとなっていう。防御力上がるのは魅力的なんですよ、魅力的なんだけど、見た目変わるのなんとかしてほしいわという。まあかといって見た目が変わんなかったらハロウィンの意味がないしね。もう一回だけ紹介したから、いや一回出荷しようかね、これも。よいしょ。おお、なんかいっぱい増えてる。なになに、レベル2以上の株を出荷しよう。魚、大根5本以上、株を20個以上出荷。株20個以上出荷はもういってるんじゃない、入ってなかった。モンスター小屋を建てよう、ファームドラゴンにクリスタルをあげてみよう。これはね、あのそうだ、ちょっとこれについて説明しとこうか。これもちょっと受けとくね。最近みんなと仲良くしなさいってお母さんに言われるんだ。みんなと話したりプレゼントあげたりするといいよって言うんだけど、誰か一緒にやってくんない？だって俺一人だと恥ずかしいじゃん。なんかキャンプメニューの仲良し度ってやつで。結構ルーファクトに堂々と言いますからね、キャンプメニューのって。ちょっと見せた方がいいかな。さっき言ったクリスタルの話ですけども、あ、これこれ、はい、土のクリスタルのかけら、これがね、誰から手に入った、多分ね、ゲート壊した時にたまに出てきたんかな、いうことだと思うんですけども、このかけらを集めて、ハニツさんのところ、ね、クリスタルショップのハニツさんのところ持ってったら、かけらじゃない、ちゃんとしたクリスタルがゲットできるんですね。で、そのクリスタルを、ファームドラゴンに与える、だから、クリスタルの収集も、大事になってくるようなんですね。これもちょっと頭にはね、入れておかなきゃいけないかなと、いうふうには思います。ところでさっきからビックリマークが出てるからちょっと気になるんだけども、これあれかな？社長のとこ行け、ああ、そうだね、やっぱり。ちょっと行ってみようか。
お前も随分と大きくなったものだな。いや、そんなことは。そうね。本当はね、こんなにすかすか育って。面目ないです。いつまでも私の中では小さなままなんよ。かなわんなって感じだね。あれ？ユキさんとドグさん。ちょうど良いところに来た。なんだか珍しい組み合わせですね。どうしたんですか、ドグさん。なんだか元気がないようですけど。あらあら、そうなの？ちゃんと健康に気をつけなさいって昔から言ってるでしょ。まったく、前はいつまでも子供だな。それもう子供じゃない。そうか、なんだか口数が少ないから心配なんだ。ドグさん、大丈夫です。あらあら、それにしても社長とユキさんは昔からドグさんと知り合いだったんだ。あ、ごめん、これアリスだった。社長とユキさんは昔からドクさんとお知り合いだったんですか。そうね、昔から知ってるわ。あの頃は本当によく世話をしてやったものだなあ。あ、はい。なんだか今日のドクさんは一段と歯切れが悪いな。どういうご関係なのか。それが今じゃ弟子を取るまでになるなんてな、泣いていたあの頃からは考えられないわね。ドグさんでもそんなことがあったんですね。あるある、いっぱいあるぞ。鉱石を探しに行って帰ってこなかったとかな。変じゃないですかそれ。あったわね、そんなことも。あの時はみんなで頑張って探したのよ。その説は本当にお世話になりました。もう頭が上がらんってな。おい、さすがにもう迷子にはならないと思うので、そりゃ俺はそろそろ。社長はいるかい？ん？なんだ、新オーナーじゃないか。どうしたんだ？どうしたって。社長がこれ持ってきてくれて頼んだんじゃないですか。ん？ありがとうな。おう、そうだったそうだった。持ってきてくれて頼んでいったんだ。もう忘れないでください。あら。どうさん。どうも。ちょうど今、こやつの昔話をしてたんだ。それは面白そうですね。面白いといえば、前にこんな話が。アリス、俺は今のうちに退散する。じゃあな。退散した。そんなに急いでどこに行くのかしら。こけちゃうわよ。ひらけがいなくなったら話にならないだろう。ダグさん。ほら、諦めて、こっちに座って。いや、俺はまだ仕事が。なんだ？そんなに私たちと話をするのが嫌なのか？それは。決してそういうわけでは。だったらもう少しゆっくりしていって。かわいそうな時じゃない。で？だから持ってきたものってなんだろう。家事を始めるって言った時も大変だったな。お金の感情をちゃんとしないから、すぐにお墨をお店が傾いちゃったのよね。安くていいものをお客さんに届けたいって気持ちはとても素敵ではあるけど、経営者としては失格だったな。ドグさんの顔色がいよいよやばい。すぐにみんなが協力して潰れずに済んだから、結果としては良かったかな。楽しかったわね、あの時は。ドグさんは二人にとっていつまでも子供のようなものなのかもしれませんね。ぐったりしてますけど大丈夫ですか、徳さん。ああ、それでは私もとっておきのネタを。そうか、どんな話なんだ。待ってください、これ以上たら続けたら徳さんが倒れちゃいますよ。何を言ってるんだアイルス、私は医者だ。徳さんに何かがあったら私がすぐに見よう。確かにそれは可能かもしれませんが。そうだ、パンを持ってきたんだったわ。向こうで食べながら話の続きをしましょう。それはいいな。寝ちゃいましたし、僕は行こうかな。そっか。大丈夫ですか？なんなら火事場まで送っていきましょうか。いや、気にしないでくれ。一人で来れる。なかなかね、いろいろあるわけですね。よっしゃ、じゃあ、どうしようかな。今回のパートはこれぐらいにしときましょうか。
ちょっとね葛藤だらけになると思いますが、まあ多分、豆まき大会が後半にあって、前半は前半で適当にうまいことやりますっていう編集の仕方をするでしょう多分ね。まあでもね、多分こうやってちゃんとね適当ながらね自由に進めてるうちにできることが増えていくのはもちろんなんですけども、ちゃんとしっかりレベル上げてね奥まで進めるようになったりとかしてね、そのそういうきっかけで物語が進むこともありますし、うん、まあとにかくいろいろやっていくことですね。はい、まあ、じっくりね私も楽しんでいきますので、引き続きね、一挙プレイをお送りできるようになんとかやりますんでねはい、皆さんも引き続きお楽しみいただければ幸いです。はい、ということでルームファクトリー5のプレイ動画、次のパートに進みます。